ここからは海洋風力発電についてお聞きします。洋上風力発電事業を本格的に計画を進められていますが、現在の再エネ海域利用法の下で促進地域として指定され、計画が進んでいる秋田県由利本荘沖の洋上風力発電は13メガワット機を65基、これは建設間近であります。そして山形県遊佐沖では15メガワットを52基の計画でありますが、双方離岸距離2キロの着床式で建設の計画です。資料1、配布資料をご覧ください。これは2020年の1月に日本鳥学会鳥類保護委員会が当時の小泉環境大臣宛に秋田県由利本荘の洋上風力事業に係る鳥類保護に関する要望書が提出されました。環境省はこの要望書を受けて4年経ちますが、鳥類への影響回避または低減のための具体策を検討してきたのか、検討してこなければ検討すべきではないかと思いますが、環境省に伺います。環境省鑓水総合環境政策統括官。お答えいたします。ご指摘の要望書につきましては、2020年3月16日に日本鳥学会鳥類保護委員会から事業者が作成した環境影響評価準備書の内容が不十分であることから、鳥類に関する追加調査や鳥類への影響を回避低減するための措置を講ずるよう事業者に指導することについて、環境大臣宛にご要望いただいたもので、と承知しております。環境省におきましては、その後環境影響評価法に基づき同年3月24日に環境大臣意見を提出してございます。事業者に対しバードストライクの有無および渡り鳥の移動経路にかかる事後調査を実施するとともに、鳥類に対する重大な影響が認められた場合は衝突の恐れがある時期の稼働調整等の追加的な措置を講ずることを求めていたものでございます。なお当該要望書に記載のあった事業者につきましては、由利本荘市沖の促進区域にかかる事業者選定のための公募の結果選定されなかったものと承知しています。川田隆平君。次に、陸上風車が多く建設されている秋田県でのこの風車層の健康被害についてお聞きします。陸上風車が多く建設されている秋田県では、風車騒音の近くに住む21名の住民が健康被害を訴え、2つの市民団体から今年2月の6日に伊藤環境大臣に請願書が提出されています。でこの風車騒音の問題については、2016年、元国立環境研究所主任研究員で現在大分県立看護科学大学教授の影山孝之先生の共著で、国内1000人以上の疫学調査結果の論文が発表されています。資料2をご覧ください。この資料2にはですね、これは低周波を含む過聴音、聞こえる音のこの範囲で調査したものです。全国50カ所、被験者1079名でついて不眠症の有病率を調べ、屋外騒音レベル41デシベルの暴露で不眠症の有病率が約5倍になっているということで、風車騒音によって明らかに深刻な睡眠障害、不眠症が生じていることを示しています。で資料3をご覧ください。影山先生のデータをもとに、北海道大学田草助教が開発した H リスクというシミュレーションソフトで試算をすると、秋田県の由利本荘沖の計画では影山論文の不眠症リスクが上昇する範囲に4万4000人が居住し、不眠症の推定有病率は1000人を超えます。でまた山形県の遊佐沖の計画では1万人が居住し、250人の不眠症が発生すると試算されています。で離岸距離を欧米で標準とされる 22km を確保するように、現地の市民団体などは山形秋田の各県知事に見直しを求める要望書を2年前から提出していますが、明確な見解は得られていません。騒音によって住民、沿岸住民がその地域から去ることも迫られていて、風車騒音問題は重大問題と言えますが、環境大臣の見解はいかがでしょうか。伊藤環境大臣。この風力発電施設の設置にあたっては、騒音による生活影響の生活環境への影響を未然に防止することが重要な課題であるというふうに認識しております。このため環境省では平成25年度から平成28年度まで、有識者による検討会において技術的な検討を行い、風力発電施設から発生する騒音に関する指針を作成いたしました。また、風力発電事業の実施にあたっては、事業者が当該指針を踏まえ、環境影響評価法に基づき騒音を含めた環境への影響について適切に
調査、予測、評価を行い、その影響を回避、低減する措置を取ることを求めております。まあ、環境省としても、事業者が適切な環境保全措置を取るよう、環境大臣意見を述べております。まあ、今後とも環境省庁、関係省庁や、関係の地方自治体とも連携し、風力発電施設にかかる騒音による生活環境への影響の未然防止に取り組んでまいりたいと思います。川田隆平君。ぜひ環境省にはこの上限値なしの規制値ではなく明確な上限値の設定をしていただきたいと思います。それについてお聞きします。2017年の環境省指針では国内外で得られた研究結果を踏まえると風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられるという表現がされ、バックグラウンドからプラス5デシベルのみの上限値なしの規制値となっています。この指針では冒頭に言及した影山先生の論文を踏まえておらず、 WHO の欧州地域事務局でも 38.5 デシベルに相当する勧告値が示され、デンマークでは騒音レベル39デシベル、スウェーデンで40デシベル、イギリス43デシベル、ドイツ40デシベルと上限規制値がある中で、日本では上限規制値がなくプラス5デシベルのみで無制限という状況です。影山教授は41デシベル以上の風車騒音で深刻な睡眠障害、不眠症が生じるとしております。また睡眠障害は WHO の発行する国際疾患分類 ICD によると疾患と明記されています。我が国は WHO の指針を無視することは今すぐに改めてこの41デシベルの明確なこの上限規制値を定めるべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。伊藤環境大臣。ご指摘のこの本指針では、直接的な健康への影響のみならず、騒音を煩わしく感じることによる睡眠への影響を未然に防止する観点からの指針となる値を設定してございます。具体的な指針値については、風力発電施設は静音な地域に設置されることが多く、そこから発生する騒音のレベルが低くても周辺地域に聞こえやすいことがあること、また風車騒音の聞こえ方は設置させる場所での風況、風の状況ですね、地形、土地利用等の地域の状況に影響されることから、全国一律の値ではなく地域ごとの風力発電施設が設置される以前の音環境を考慮して設定してございます。環境省としては本指針に基づき風力発電施設による騒音影響の未然防止を図るとともに、引き続き科学的知見のですね、充実に努め、必要な対策を講じてまいりたいと考えてございます。川田隆平君。それでは鳥類への影響についてお聞きします。秋田山形の2キロ沖の計画については国際的に保護されている鳥類への影響が懸念されています。二国間協定などで国際的にも保護され、我が国でも天然記念物であるマガン、ヒシクイ、国内野生希少種動物種であるシジュウカラガンなどの渡り鳥のルートがこの計画地に合致しています。計画予定地はコハクチョウやガンの渡りのルートに接触するとして、先ほどの鳥学会からの回避策を取るような要請書も提出されています。で、国内では昨年8月30日までに608例生じているバードストライクや生息地の改変や消失、飛行ルートの回避の懸念があり、また渡り鳥が二国間協定に抵触するリスクもあります。山形県や新潟市のラムサール条約登録湿地を行き来するガンカモ、コハクチョウに影響を与え、ラムサール条約湿地としての価値を損なうものとも考えますが、環境大臣の見解を伺います。伊藤環境大臣。環境影響評価法に基づく手続きにおいては、事業者に対し、事業の環境影響について適切に調査、予測、評価をすること、またそれらの影響を回避、低減する措置を取ることを求めております。風力事業にあってもですね、事業者がアセスを行い専門家の意見を聞くなど、渡り鳥を含む鳥類等に深刻な影響が出ないように配慮をされるものと考えてございます。環境省としては委員のご指摘の山形県、新潟市のラムソール条約等の湿地についてですね、条約湿地としての価値が損なわれないように求めてまいりたいと思います。川田隆平君。この10メガワット以上の風車、これが離岸距離10キロメートル以内に現存するかどうか、この秋田県や山形県の住民から10メガキロワット以上の巨大な風車は
風車騒音による健康被害の点などからも2キロメートル沖ではなく欧米標準の22キロの離岸距離を取るべきと声が上がっています。そこでこうした10メガワット以上の風車が離岸距離10キロメートル以内に現存するのか、あるいは計画があるのか、世界の状況を調べてみましたが、どこにも見当たりませんでした。そこでお聞きしますが、どこにも存在しないという認識が正しいか、あるいは存在しているならば、当該国および何ワットで離岸距離何キロメートルにあるのかを環境省に説明を求めます。鑓水統括官。お答えいたします。近年洋上風車の大型化が進んでおりまして、 10メガワットを超える風車につきましては2020年頃から市場に導入されていると承知してございます。環境省といたしましては、諸外国における風車の具体的な設置場所等がそのまま我が国の事業に当てはまるものではないと考えるため、アセス制度の運用する立場といたしまして、個別の洋上風力発電事業の稼働状況や計画についての詳細な調査は行ってございませんけれども、ご指摘のような離岸距離 10km 以内にある1基当たり 10MW 以上の洋上風力発電事業で現状においてすでに稼働している事例はないものと承知しております。川田隆平君。世界ではそういったその10メガワットキロ級のですね、大きな風車については離岸距離十分にとって建設されているんですね。でこれはやっぱり日本にこの10メガキロワット級の10メガワット級のその大きいの東京タワーに匹敵する300メートルですねのその風車を離岸距離2キロで建ててしまうというのは非常に大きな問題だと思います。で本当にこの能登半島地震の時には風力発電所が73基この停止しました。で2基はブレードが地震の揺れで破損し、マッハ数以上が稼働の目途さえ立っていないぐらい被災しているということで、この大地震によりこの着床型のやっぱ施設というのは、津波にも耐えられず壊れてしまうということが言われています。やっぱりぜひ離岸距離を十分にとって着床型ではないやっぱこの風車をですね、今からでもやっぱしっかり計画を見直していくべきだと思います。まあ、今このなんとかパイルっていう今その工場を建設しちゃったためにですね、600億ぐらいかけて作っちゃったんですね、着床型用の。そういったものの工場の方を生かすために着床型をこれからも進めようとしてますけれども、やっぱちゃんとこの着床型ではなくて浮体式のものをやっぱもっと進めていくように積極的に環境省からぜひ言っていただきたいと思います。ありがとうございました。